生き腐れなんちゃら型の3人組アイドルグループという設定の架空のキャラクターたちとその楽曲、公式サイト内で彼女らの楽曲をダウンロードできる。明るいメロディーでありながら歌詞の内容は殺人強姦心霊などポップに似つかわしくないくらい内容が。おーへー。メンバーたちは全員目を一番の特徴として書かれている。生き腐れ1号、単眼褐色、イメージカラー赤。生き腐れ2号、まぶたのない飛び出た片目と頭部にまで及ぶ縫い跡が特徴、イメージカラー青。ああ、生き腐れ3号、2つの頭がくっついたような顔。キャラクターデザイン、楽曲の作詞作曲を担当しているのは山本誠一郎という人物。彼は楽曲制作に興味を持ったとき、人と語り合える作品を作るため、話題にしやすい怪談や事件を取り扱った。なるほど。ちょっと見ていきます。ああ、本当だ。単眼。ちょ、何言ってるか全然わかんないな。あ、これ歌詞か。歌詞が。どこだ今。伝えられるように胸にしまっておいた。私の胸は高温多湿で大切にしまったもの、すぐ腐る。過去の夢も秘めた恋も端っこの方から変色してくる。でもまだ動いているよ、私の胸、生き腐れ。イエーイ。思ったほどなんか別に怖くなかったですね。見た目もなんか普通に可愛らしいというか。うん。